はい、どうも整体師の石島です。今回は脊柱管狭窄症のあなたに簡単だけど不思議なぐらい痛みであったりしびれを取る方法っていうのをお伝えしていきます。はい、で脊柱管狭窄症の方で多く見られるのが間欠性跛行だったり、あとは足の痛みであったりしびれっていうところだと思います。でこれはですね、その背骨にある脊柱管っていう、管がありまして、その中に神経が入っているんですが、体を反ることによってですね、その神経を圧迫してしまうっていうのが原因になっていきます。圧迫がなぜ受けるのかっていうと、黄色靭帯っていう、靭帯があるんですけども、それが普段はピーンとこう伸びた状態になっているんですが、腰を反ることによって後ろ側についてますから、それがこう少したわむ、緩むっていう風になっていきます。そのたわんだ時にその神経を圧迫してしまって、症状が強く出るんじゃないかっていう風に言われているんですね。なのでやはり脊柱管狭窄症、そして間欠性跛行などをですね、改善しようと思った場合に、この反りすぎてしまうっていう現象を変えない限り、やはり症状っていうのはずっと続いていきますし、なおかつ悪化する恐れがあるんですね。なので今回はそこの反りっていうのを改善するような方法っていうのをお伝えしていきます。反りをね、こう抑えようと思った時に、じゃあ曲げればいいんじゃないですかっていうふうにね、よく考えると思うんですけども、脊柱管狭窄症の方、慢性的に痛みを感じている方っていうのは、背中の後ろの筋肉、多裂筋という筋肉なんですが、これが非常に硬くなっているんですね。なので腰をこう曲げることがなかなか難しい人が多いんです。この多裂筋が張ることによって体っていうのは反ってしまいますから、反りすぎることによってやはり丸めることが忘れているんですね。まずは丸めるためにですね、無理やりストレッチをするのではなく、力を入れるっていうことをやってほぐしていきます。筋肉はですね、力をグッと入れた後、力をファッて抜くと筋肉が和らぐっていう作用があるんですね。なのでしっかりと筋肉をグッと入れて力を抜く、グッと入れて力を抜くっていう作用を使って、まずしっかりとほぐしていきます。その後に、従来通りのストレッチをしてほぐすっていう方をやっていきますので、ぜひ皆さんも一緒にやってみましょう。それではアングルを変えてやっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。姿勢は横向きでやっていきます。皆さんベッドであったり床に横になってやっていきましょう。はい、それではまずこのように横になっていただいて、足は90度ぐらい曲げてください。辛い方は少し伸ばしてもいいです。90度ぐらい曲げていきましょう。はい、でこの状態からやっていくのは多裂筋という、こう背中の筋肉になっていきます。分かりにくい方はちょっとここに画像を載っけておきますので、イメージしながらやってみてください。でここの多裂筋という筋肉は背中をグッと伸ばすような筋肉ですので、今から頭を少し上げた状態で体をちょっと反ります。少しだけでいいので背中にグッと力を入れるような感じですね。頭を上げてちょっとだけ背中に力を入れるような形で頭を後ろに持っていきます。これを5回繰り返していきます。それではやっていきましょう。まず頭を上げてちょっと後ろにグッと背中に力を入れます。1,2,3 戻します。もう一度頭を上げて反る。1,2,3 そう、反りすぎて痛い方はちょっとやりすぎなので加減してください。1,2,3そう、頭を上げてちょっと後ろに。1,2,3そう、はい、もう一度グッと上げて、はい、1,2,3はい、OK です。そしたらこれが右側になっていきますので、今度は反対側、左側の背骨の筋肉、多裂筋をほぐしていきたいと思います。はい、じゃあ皆さん向きを変えて、今度は左側を上にしていきましょう。はい、そしたら一緒です。足を90度ぐらいに曲げて、このまま背中の筋肉を使います。頭を上げてちょっと反ります。1,2,3そう、背中の筋肉がね、硬くなってるか触れる方は触ってください。1,2,3そう、3回目、頭を上げてちょっと後ろ。1,2,3そう、はい、4回目、頭を上げてちょっと後ろ。1,2,3抜いて、はい、もう1回、頭を上げてちょっと後ろ。1,2,3はい、OK はい、いかがだったでしょうか。これで背中の多裂筋っていうところをですね、しっかりと力を入れて抜く、力を入れて抜くっていう形で一旦ほぐしていきます。そしたらですね、これで少しずつほぐれていってるはずですので、ここからストレッチをかけていきたいと思います。はい、でストレッチは仰向けでやっていきますので、皆さん仰向けになってやっていきましょう。はい、そうしましたらこの状態で仰向けになっていただいて、皆さんお膝を立ててください。そしたら、両足をなるべく抱え込むように丸まっていきます。はい、このような形ですね。
まあ、辛い方は少し自分で加減しながらぐーっと丸まっていきましょう。背中がしっかりと丸まって、背中の筋肉を伸ばすようにぐーっと丸まっていきます。このまま10秒間やっていきましょう。はい、じゃあスタート。はい、まあ、辛くないぐらいでね、いいですので頑張っていきましょう。はい、じゃあ戻します。1回戻しましょう。はい、そしたらもう一度いきます。もう1回抱えていきましょう。もう1回グーッと曲げていきます。10秒間数えます。はい、戻します。はい、最後もう1回だけやっていきましょう。もう1回足抱えていきます。はい、腰の部分がですね、伸びていることを感じながらストレッチしていきましょう。はい、終わりです。はい、お疲れ様でした。そしたら今回のやり方は2つですね。まず筋肉をグッと使って緩めていく、グッと使って緩めていく、でその後にしっかりとグーッとストレッチをかけて伸ばしていくっていう方法をね、皆さんにお伝えしていきました。ぜひね、しっかりとほぐしながらストレッチやってみてください。はい、で脊柱管狭窄症っていうのは、普段の癖っていうのがかなり姿勢に現れてきていて、腰の反りがどん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 強くなってきてしまう、筋肉が硬くなってしまうっていうところで、神経の圧迫であったり負担を増やしていきますので、しっかりと毎日毎日ですね、この姿勢っていうのを気をつけながら背中の硬さっていうところも取っていきましょう。で、私の動画は痛みに特化した情報をお伝えしていきますので、痛みで困っている方はですね、チャンネル登録してお見逃しなくお願いいたします。あとは今日の動画ですね、参考になった、いいなと思ったらですね、高評価の方をお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。